なもんだろ。よし、とりあえず引っ越し第2便ちょっと次回です。終われるかどうか不安だけど、まあいいでしょう、これぐらいで。よし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 、いやーひどいですね。はいはい、だいぶ片付いたね。よし出発。こんにちは、12月19日の土曜日でございます。平山茂です。おりゃ、いや昨日の地震はちょっとびっくりしましたね。いや本当夜ね、何もなくてよかったです。無事にね、朝目覚めることができました。そして私は現在引っ越し中でございます。引っ越し第2便ということで、家にある家具などですね、実家の名古屋に向けて運んでおります。今新東名高速を爆走中でございます。かなりうるさいと思いますが、この軽のバンでずっと110キロぐらいで走ってます。朝の9時ぐらいに東京を出ました。現在12時45分ぐらいですね。もう愛知県には入っております。実家にね、荷物を置いてまたすぐ東京に引き返します。まだまだ先は長いですけれども、頑張っていこうじゃありませんかということでございますね。今回は大きめのね、荷物を運んでおります。自転車と、あと棚、それからテーブル、扇風機、スケボー、まあ、そういったね、荷物を運んでおります。まあ、そんな引っ越し、僕のね、引っ越しはどうでもいいと思うんですけど、本当に大丈夫ですから。大丈夫ですよ、大丈夫大丈夫大丈夫。さあ今日ね、お出かけをしている方ももちろんいらっしゃると思いますけれども、お家でねゆっくりしている方もいらっしゃると思います。存分にね、自分の時間を使っていただきたいなと思います。いや大丈夫ですから、うん、大丈夫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 。ただいま、ただいま。いやこんな感じでね、これね、東京にあったやつ持って帰ってきました。この辺のね、自転車も、自転車とスケボーもね、持って帰ってきました。実家、実家です。しゃあ東京帰るか、東京帰ろう。しゃあ大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、ぶっ飛ばして帰るぜ。東京待ってろよ、大丈夫だからね、大丈夫だよ、絶対大丈夫だから。ああそういえば名古屋の実家帰ったら、お袋の味っていうんですかね、味噌おでんが作ってあったね。ああ美味しかったな、味噌おでん美味しかった。味噌おでん知らないでしょうね、名古屋の方だったらわかると思うけど、味噌おでんは本当に美味しい。ちょっとね、動画には収めてないけども、またいずれね紹介しますから。いやーうまかった、幸せになるね。お母様ありがとうございました、本当に。これからまたご迷惑おかけするかもしれませんが、よろしくお願いいたします。ということで、また明日お会いしましょう。あー日が沈んできましたね。あーでは、おやすみなさい、皆さん。また明日。東京帰ります。おやすみなさい。柵が邪魔だな、おい。柵が邪魔だ。
柵をどかしてくれ。